つまりこういうことができるってことですよね。これは魅力的です。皆さんこんにちは。沼ってますか？今日はコシナから発表された新しいマニュアルフォーカスレンズ、あ、これじゃないですよ。これは別のレンズなんですけど、まあ、こういう形状のマニュアルフォーカスレンズがコシナさんから新しく発表されたということで、公式ホームページを眺めながらもだえしゃべるというだけの動画を撮ろうと思っております。後半、ミラーレスカメラでオールドレンズを使う魅力とは何ぞやみたいなこともちょっと喋りたいと思ってるので、ぜひラジオ感覚でお楽しみいただければ幸いです。では早速ホームページ見ていきましょう。ということでこちらがコシナの公式ホームページになっております。鋭い切れ味の純広角レンズ、ヘリア 40mmF2.8 アスフェリカルということで新しく発表されました。見ていきましょう。この姿です。この形状ですよね。かっこいいですね。特徴はオプトレンダーの伝統のヘリアタイプのレンズ構成をベースとしたコンパクトな純広角レンズ、最新の光学設計と非球面レンズの採用により絞り解放から安心して使える光学性能を確保しながら、フィルター径は 34mm と小径で、マウント面からの製品全長も 21.2mm を実現、凝縮感のあるレトロスタイルの外装を持つ機動性の高いレンズです。ということで素晴らしい形状ですね。もう本当にこの形だけで欲しくなっちゃいました。ご存知の方も多いんではないでしょうか。このヘリア 40mmF2.8 というのには初期型がありまして、振動式だったんですよね以前は。そして、絞りリングも無段階のクリック感のないものでした。でレンズ構成を見ると今回のヘリア新型と全く同じ構成になっているので、光学系は一緒かなと思うんですけども、この外装が変わってフォーカスリングがついて、ヘリコイドも、まあ、おそらくクリック式になっているのではないでしょうか。ちょっとまだ触ったことがないので分かんないんですが。でお値段も進化しておりまして、初期型がディスコンになる前は実売価格で 33,000円ぐらいだったんですけど、今回はマップカメラでシルバータイプの M マウント版が 61,120円ということで、だいぶ値上がりしましたね。でもまあフォーカスリングがついたことなどを考えると、まあ妥当な金額ではないでしょうか。こうちょっと高いなと思いつつも、でも欲しくなる絶妙な値付けのラインだと思っております。じゃあちょっとホームページ戻りますけども、この外観ですね。そして特徴を見ていきますと、 VM マウントということでライカ M マウント互換ですね。そしてコンパクトです。外装がブラックとシルバー2種類選べます。ブラックの方がちょっと2,000〜3,000円高いのかな、それぐらいの値段設定でした。専用フードが付属してるんですね今回。そしてマニュアルフォーカスができるそのリングがつきました、フォーカスリングがつきましたということで、まあ、きっとコシナさんのものなのでヌルヌルしてるんでしょうね。はい。そしてこの小さなコンパクトなサイズでありながらフルサイズに対応しているということで、ここも魅力的なところですよね。レンズの構成ですが、3群5枚のレンズ構成になっておりまして、まあ、形状からしてトリプレット型の前後を貼り合わせレンズにしたもの、そして真ん中のレンズを非球面にしたものということで、非常にこれは光学性能を期待できるんではないでしょうか。絞りバネは10枚、これも初期型と一緒ですね。最短撮影距離はレンズ単体だと 70cm ということになっております。重量を見ていきましょう。 131g、 やっぱ軽いですね。初期型もだいたいこれぐらいの重さでした。フィルターサイズ 34mm ってことで結構小さなフィルターですね。これちょっと探さないといけないのかな。そして、作例がありますね。ちょっと見ていきましょうか。作例にこんな天候源を映しちゃって大丈夫なんですか。端っこ見ちゃいますよ。はい、どうでしょう。この周辺の画質悪くないんじゃないですかね。このいわゆるコマ周差みたいなものってそんなに、このピュッてこう伸びてるのは別に周差じゃないような気がするんですけど、いいんじゃないでしょうか。どれぐらい絞ってるのか情報は分かりませんけど、オールドレンズにありがちな周辺がボヤボヤしちゃうっていうのはなんかなさそうな気はしますね。そしてこちらは寄った写真なんでしょうけど、非常によろしい写りではないでしょうか。通常の最短撮影距離 70cm に加えて、ヘリコイド付きのマウントアダプターを使えばさらにここから寄ることができることになるので、 40mm の使いやすい画角に
寄れるレンズという特徴を組み合わせると、これはもう買うしかないかなってちょっと思っちゃってるんですよね。この写真もいかがでしょうか。ちょっと拡大してみましょう。変なフリンジとかも、まあ、出てないように見えるんですよね、まあ、絞ってるんでしょうけど、でもこう全体的に均一な描写で変な癖がないっていうのはなんとなく伝わってきます。これまた作例にこんな高周波な被写体を選ぶなんて自信があるんでしょうね。フリンジとかもそんなに目立ってなくて、いい写りじゃないんでしょうか。まあ、3群5枚でよくここまで写るなという印象です。まあ、実際にどんな写りなのかは自分で使ってみないとわからないから、これはもう買うしかないですよね。はい、ということで単純に物欲をこうそそるだけの動画になってしまいましたが、今回このヘリア 40mm が心に刺さった理由を胸に手を当てて考えてみたんですけども、そもそもですよ、これこのマウントアダプターを買ってしまったことが、ことの始まりでした。これは焦点の LM-NZM というヘリコイド付きのマウントアダプターになりまして、ライカの M マウントをニコンの Z マウントに変換するものになります。もちろん他社のミラーレスカメラ各マウント版も出てます。個人的にはですね、私去年富士フィルムの X マウント版も同じものを買いまして使っていたんですけども、比べてみて分かったのは、この Z マウントってこの口径が大きいじゃないですか。その分、フォーカスリングの大きさっていうのも大きく作ってあって、まあ、お値段も高くなるんですけど、やっぱりこの操作感っていうのはこのリングが大きい分すごいヌルヌルなんですよね。さらにここの厚みっていうのも、まあ、ニコンの Z マウントがフランジバックがこう極端に短いということもあって、ここがこう分厚く作ってある、つまり、繰り出し量がどのメーカーよりも前に出ます。 8mm まで前に出るんですね。なので、ライカの M マウントのレンズがマクロレンズになるっていう特徴もあって、この操作感と寄れるレンズを作れるっていうこの2点で非常に気に入ったマウントアダプターになりました。でまたこのシルバーを買ってしまったことで、これに似合うレンズを探そうという沼にはまってしまい、去年この引き伸ばしレンズにはなるんですが、Elucky75mmF3.5 というレンズを買ってしまいました。まあ、安かったんですけど、この形状ですよね。この見た目やばくないですか。で実際写りはどうかっていうと、これ3群3枚のトリプレットなんですね。この今回出た新型ヘリアとレンズ構成はすごく似てる、もっとシンプルにしたものなんですけど、まあ、古いレンズということもあり、描写性能自体はどうかなっていうものでした。なので逆に今回のヘリアの 40mm が美しい写りをするのであれば、そしてヌルヌルの操作感でマニュアルレンズとして楽しめるのであれば、もうそれは心に刺さるの 100% ですよ。非常に欲しくなっております。じゃああなた買うんですかという話になると、現状買うつもりでおります。はい、買うつもりでおります。ただ今月はですね、最近買ったばかりのこちらのボケマスターの支払いが今月来るので、すぐにはヘリア 40mm は買えないのかなと、はい、思っております。なので今の気持ちとしては、使いやすい 40mm の画角が超かっこいいこういう形状のレンズとして使えて、軽量コンパクトでヌルヌルの操作感で、しかも寄れるレンズになるっていう、しかも新品でそれが買えるっていうことで、これはお金を用意してですね、脳内ドーパミンがこう溢れているこの現状を、この欲望を満たさなければならないかと今はい、正常な判断が下せなくなっております。ただ1点心配があるとすれば、新型ヘリアが本当に最適解だった場合、オールドレンズ遊び、まあ、オールドレンズあさりが干上がってしまわないかなというのはちょっと今心配しておりますが、まあ、そこは別腹になるんでしょうか。で、まあ、ここから先は完全な雑談になるんですけども、まあ、こうやって YouTube 投稿を好き勝手させていただいておりますが、もちろんそのこの動画を見てくださっている方がどのカメラを使っているかまではもちろんわからないんですけど、年齢層とか、どの動画が伸びているとかいうのを数字で見ることができるんですね。で、私の類推ではあるんですが、もしかしたら一眼レフユーザーの皆さんが多いのかなってちょっと思ってるんですけど、皆さんどうですか？ミラーレスカメラお持ちでしょうか？一眼レフユーザーでいらっしゃいますか？まあ、両方持っていらっしゃる方も
おられるかもしれませんが、ことオールドレンズ遊びで言うと、あのミラーレスカメラいいですよっていうことをちょっと喋りたいなと思いまして、私も一眼レフ、使ってました。キャノンの EOS80D とニコンの D610 を使っていました。今はあのこの動画を撮っているミラーレスカメラのニコン Z6II を使ってるんですけども、オールドレンズを使うにあたってはこのミラーレスに変えてしまうと非常に便利でですね、元に戻れなくなっちゃったんですよ。でメリットを3つあの絞ったんですけど、その一つはまずファインダーを覗きながらピント拡大ができるのでフォーカシングがめちゃめちゃ楽です。でメーカーにはよるんですが、ピントを拡大した後にシャッターを半押しすると、あの画面が元の画面に戻ってくれるメーカーもあるんですね。富士フィルムはそうでした。でちょっと古いカメラですけど、このペンタックス Q10 もピント拡大の後のシャッター半押しで画面が元に戻ってくれます。で残念ながらこのニコンの Z シリーズはそうはなりません。いちいちこうボタンを押さないといけないので、ニコンさんにはそこに対応してほしいなと思っています。2番目のメリットはボディ内手ブレ補正があるので、シャッタースピードの選択肢がぐっと広がることですね。特に暗い場面で三脚を持ってない時にでも、あの平気で30分の1のシャッタースピードとか切れちゃうんですよね。結構この望遠レンズを使っててもスローシャッターが切れるっていう選択肢が増えるのはメリットだと感じています。3番目はマウントアダプター経由であらゆるオールドレンズに対応できるっていうこの可能性がメリットとして、まあメリットというかこのワクワクするっていうだけなんですけど、はい、もし自分が今オールドレンズを持ってなくても今後あのいろんなヤフオクとかメルカリとかで購入して楽しんでいけるんだなっていうワクワク感が得られます。まあ、ただそれだけです。メリットはたくさんありますが、もちろんデメリットもあって、例えば一眼レフよりも電池の持ちは明らかにあの短くなります。これはもう仕方ないですね。なので予備バッテリーを買っておいた方がいいと思うんですけど、メーカーによっては予備バッテリーがもう本当に高い、まあ、そこで儲けてるんだろうっていうぐらい高いメーカーもありますよね。その点ニコンは良心的な価格、まあ、他社より 2,3 割安いので予備バッテリー買いやすいメーカーだと思います。お金の話が続きますが、最近はどんどんカメラのボディの値段自体が上がっているというのもデメリットだと思いますね。なんといってもスマートフォンとの差別化をしないといけませんから、値段がどんどん上がるのは仕方ないんでしょうけど、ちょっと世知辛い一面でもあります。あとミラーレスカメラ特有の撮影前から結果が分かってしまう点、これ皆さんどうお感じになるでしょうか。賛否両論あると思うんですが、確かに一眼レフだと撮ってみないと結果が分からないので、だからこそ露出の感覚が体に染み込むというか覚えることができるっていうのはあると思うんですね。そこは間違いないと思います。でミラーレスになると結果が分かっちゃってるのでシャッター切るだけじゃないかっていう、そんな印象ももちろんあるんですが、その分ですね、構図に集中できるというメリットに置き換わってるかなと思う機能があって、例えば露出を決めた後に情報表示を全部消して撮影に集中するボタンっていうのを指1本で起動することもできるんですね。まあ、何が言いたいかというと、現一眼レフユーザーの皆さんでオールドレンズは好きなんだけどもミラーレスカメラはちょっと抵抗があるなと思っていらっしゃる方がもしいらっしゃれば、大変おせっかいな話ではございますが、その一眼レフカメラを手元に残しながらミラーレスカメラをサブ機としてこう導入するっていうのはいかがでしょうかという単純にそんな話でした。個人的にはニコン Z マウントがおすすめであります。ニコン機はですね、撮影する時の使いやすさっていうのをきちんとこうエントリーモデルにも落とし込んできてくれている印象があって、非常にこうカタログスペックに乗らないところの使いやすさってすごく感じるんですよ。これ一眼レフの時もそうだと思うんですけど、その良さがミラーレスになってもきちんと引き継がれているこの歴史と知見を持っているメーカーだなと感じています。ここはここで動画を作りたいなと思っているので、ちょっと楽しみにお待ちいただければ嬉しく思います。長々語ってしまいましたが、まあ、いつものことなんですけど、すいません。最後までご覧いただきありがとうございます。次回予告なんですけども、現在こちらのペンタックス Q10 にシネレンズをくっつけて街スナップを取り歩いております。
非常に興味深い写真が撮れております。ちょっと何枚か写真入れておきますけども、この動画を編集し終わったらまた投稿する予定なので、楽しみにお待ちいただければと思います。では皆さん、また沼の先でお会いしましょう。ありがとうございました。